第6の球処女球ではバルモのゴールドセインとシャカが待ち受けていた。聖夜、シリュウ、シュンの3人は持っているコスモを最大限に燃やしてシャカに挑むが、その攻撃はことごとく通用しない。最も神に近い男シャカとの力の差は聖夜たちが考えるよりもはるかに大きいものであったのだ。不死鳥はよみがえる。ブロンズセイントのガキたち、今から引導を渡してくれ。なんだあれは。シャカの手の中にコスモ。コスモか。コスモが燃焼している。オール天魔降伏。わこの程度の実力の者がこの処女宮まで登ってこられたとは未だ信じられん。下のゴールドセイントたちがあえて手を抜いたとしか思えんな。往生際の悪い。この釈迦、ゴールドセイント12人の中でも最も神に近い男と呼ばれているが、弱者に対する慈悲の心は持ち合わせている。こうして苦しんでいる者にとどめを刺してやるのも慈悲というものかもしれない。なんだこのコスモ。お前はフェニックスの一騎か。俺の弟や共にそこまでした以上、相応の覚悟はできているのだろうな。君こそ覚悟はできているのか。受けてみよう陸道輪廻。なるほど、あの時から少しは成長したようだな。神に近い男といえど、地獄の底を見てきたこの俺に勝てるものか。レディーバーン。幻を見ているのか。一騎よ、多少なりとも地獄を見てきた君を陸道輪廻へ落とそうとしたのは私の過ちだったようだ。
天武放流は完璧に定められた調和の取れた世界ゆえに、調和を乱す者を完全に葬る究極の先人。何？一騎、君の六感すべて断ち、フェニックスといえど二度と立ち上がれぬよう完全に葬ってやる。天武放流。釈迦の目が開いた。バカ、腕が、足が、全ての感覚が失われていく。もはや何も感じない。最後に虚しく動き続けるその心臓を求めて陸道輪廻に落としてやるのが全部慈悲だろう。釈迦、今度は僕が相手だ。兄さんをむさむさ死なせるわけにはいかない。うん、死に損ないの君が出てきたところで何ができる。死どいていろ。釈迦は俺が倒す。この一騎が。兄さん。バカな。一騎のコスモは恐ろしく増大していく。まさかこれが第7巻究極のコスモ、セブンセンシル。釈迦、今俺のコスモは六感を失ったことだ。お前をしのぐほど燃え上がっている。まさか。それでは君はわざと天武放流を。そうでもしなく、神に最も近い力を持つと言われるお前を倒すのは不可能だ。さあ釈迦、俺と十万億の出会いの彼方まで行ってもらうぜ。愚かな。自分の命を捨ててまで相手を倒すなど、そんな勝利に何の価値がある。さらばだ瞬間。聖夜たちと共に最後まで男らしく戦うんだぞ。兄さん。セイントセイヤ、バイブラのソード。君はコスモを感じたことがあるか。